運命開花着物でドリーマーズ。はーい、始まりました。もうバタバタでした、びっくり。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとお待ちください。はい、はい、では皆様こんにちは。愛と美の伝道師、銀座の魔女、運命学カウンセラー風花の開運チャンネル始まりました。師匠七海のこちらの番組、毎月第4木曜日は私風花が担当してまいります。 MC 初めての経験です。楽しい番組にしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、スポンサーですね、立運水明学と着物ドリーマーズ、よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、はい、出ました、着物ドリーマーズ。はーい、今日のね、あの浴衣、足袋、帯、草履もすべて、こちらの着物ドリーマーズで揃えました。とってもねリーズナブルなお値段で、あの一式ね揃えられますので、ぜひ来店なさってください。ね、銀座線の、末広町から歩いてね6、7分です。まっすぐ行けば着きますって感じなんで、あ、途中でも上がりますけど、ぜひ行かれてみてください。今ね浴衣とね半幅帯がたくさん入手しているようでございますので、よろしくお願いいたします。はい、次は師匠ななみのホームページですね。運命学カウンセリングななみ。はい、ね、手厳しいけど優しい温かい、カウンセリングを受けられますので、ぜひ、サイトからご予約お願いいたします。私も師匠でございますので、よろしゅうにお願いいたします。はい、では、番組のねこちらのね鳥越アズーリ、FM をご覧の皆様へ、当局はコロナ禍での開局をいたしましたため、スタジオ内には窓があります。放送中に緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入り、放送中お聞き苦しい点もございますが、日本一尖った放送局としての生放送を一緒に体感ください。引き続きご贔屓にお願いいたします。はい、では皆様お待たせいたしました。ね、本日のねゲスト様、素晴らしい方をねお呼びできました。あのね、株式会社水素フィット代表取締役佐藤由美さんです。ビューティークリエイターです。本日ねたくさん美に関するねお話聞けますので、ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、私のちょっと自己紹介させていただきます。はい、私は、東大阪生まれで奈良育ち、奈良で育って、高校卒業して、大阪ベルエベルという大阪の美容学校に行きました。はい、でその後に、関西で修行というか、就職させていただき、その後27歳の時に、クリエイティブなことをちょっと学びたくて、ニューヨークに行きました。すごいね。はい、それが写真1ですね。はい、あ、うん、若いです。これはなんかファッショナブルだよね。いや、この時はローランって、隣の人はすごい有名な、デカプリオさんとかやってるトップヘアアーティストさんだったり、いろんなマドンナさんをやってたメイクアーティストさんとか、そういった方のヘアショーとかビューティーショー の、 ーアシスタントさせていただいた経験とかあります。もう過酷なすごい。私マドンナ大好きな。本当ですか。うん、はい、いいな。ここでちょっと映ってないんですけど、はい、ツイッターコメント、わ、早い。にゃんだろうにゃんだろう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらの方も美しい美容家の、はい、先月出ていただいた宮地翔子さん、ありがとうございます。翔子ちゃん、ありがとうございます。放送楽しみにしてます。はい、ご縁いただいて。水素の魅力
たくさんの人に伝わりますように、うん、伝えますありがとうございます。はい、お友達ですからね。はい、ありがとうございます。翔子ちゃんのご縁から ね、そうです。風花さんにもありがとうございます。すやで、はい、では続きお願いします。はい、はい、その後、まあ、そのニューヨークの後ですね、うん、なんと、まあ、テキサスという田舎にも行きまして、うん、なんだかんだ、まあ、数年いて、うん、まあ、日本に帰ってきたんですけど、おかえり、ただいまと言ってももう18年前なんですけどなんとなんともうね、東京暮らしが18年、うん、今年で19年なっちゃったんですけど、はい、まあ、六本木ヒルズエリアにですね、はい、まあ、最初はちょっと企んでたのがアメリカにこそっと戻れないかっていうことで、うん、まあ、アメリカのカラーリングの、うん、まあ、ブランドがやってる会社、あのサロンさん、うん、サロンさんっていうかサロンの、うん、就職して店長したりとかもしてたんですけど、はい、はい、その延長で、まあ、結構海外の、方がグランドハイアットさんの真ん前だったんで、うん、そういう方を担当すること多かったんですけど、ね、まあ、リーマンショックとか、ね、震災とかあってどんどんいなくなっちゃって、うん、みんなどうしてんのかなっていう、ね、ちょっと寂しい思いもしながら、うん、その後、まあ、店もちょっとクローズしちゃったので、うん、はい、その後フリーで、うん、同じ欅坂の下の方でですね、はい、フリーランスを迎えてくれる、そういうこう自分でこう、うん、面貸しっていうんですかね、うんうん、ね、そこで、うん、3年半ぐらいまたさせていただいて、はい、でその後、今13年目になったんですけど、はい、麻布十番で、はい、フェアリーっていう美容室、はい、素敵なサロンですね。この間も、はい、ありがとうございました。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さんにもぜひ進めたいですね、うん、はい、うん、お願いします、はい、あ、それで写真、はい、写真をね、うん、うん、お願いしたいですね。はい、はい、こちらがインスタグラム。あ、そうですね、これはお店の方のインスタグラムなんですけど、うん、まあ、もちろんヘア、その、まあ、ニューヨークにいた時、その帰ってきた時の名残で結構ブリーチヘアが今、うん、ね、コロナの後すごい流行ってるんで。そうだね。ただ、まあ、うん、うち男性も女性も半々なので、うん、結構髪しながら顔もするとか、はいはい、この後いろいろ話したいと思ってるのがこの水素酸素吸入していただきながら、うん、いい、これすごいね。はい、うん、もう根本からこう美を追求するっていう、はい、こうコンセプトで、うん、まあ、皆さんね、一緒に年を重ねながらも若くなっていこうよ、うん、みたいな。いいです、ね、いいです。もうさっきもね、うん、ちょっと台本せっかく作ったけどさ絶対それるよね、はい、あ、それてないんですよ、うん、内容はそれてないんだけど、うんうん、台本からそれるよねそれよね、もう絶対そうやなみたいな感じなんですけど、そう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 、大阪なんで、そうなんですね、ちょっと今日ちょっと関西弁になりやすくなってしまって、はい、すみませんなんですが、はい、はい、やっぱりね、魂をね、うん、磨いてますか磨きましょう、ね、磨きましょうって話で、はい、で鶏が先か卵が先かで、うん、精神面がやっぱり、うん、表に現れる、うん、悩みがあったり、うん、しぼみすぎちゃうと、うん、外見どうでもよくなっちゃうんですね、うん、で、うん、外見がどうでもよくなっちゃって、うん、鏡で見るたびに、うん、こんなの私じゃないっていう姿になっちゃうと、分かる気もするな、もっと精神が落ちちゃうってことになるから、もう、うん、コロナも明けたしね、うん、皆さん自己投資、はい、しましょうよって話をね、ずっとね、もう、うん、台本そっちのけでね、そっちの話盛り上がってね、うん、してたんですよ。もう飲み会みたいになっちゃってますね。そう飲んでないんで、ね、飲んでないですけど、お水飲んでるんですけどもうね、皆さんぜひユミさんの、うん、お店サロンに来て魂磨きをしましょうよ、う、ね、自己投資、はい、そしたら、うん、ぐんぐんね、ご自分のね、悩みなんかね吹っ飛んでね、うん、いろんなことがうまくいき出します、うん、本当なんだもん、うん、いや、私も風花さんとこの間会った後いいこといっぱいあったんですよね。すごいなと思って。素敵素晴らしい。いや、本当、うんうん、でもそういうことなんですよね。そうなんです。そう、ゆみさんは私の鑑定を受けてくださって、うん、で私はゆみさんの提供、ね、そう、提供してくださってる美をね、水素吸入と、うん、あと、うん、ね、パックとかね、シートね、パックね、うん、そうそうそう、ものすごいいいですね。ね、持続する、うん、なんかね、はい、それ外した時は綺麗やけど、うん、時間経ったら戻るやんっていうんじゃなくって、うんうん、自分のものに取り込めるんです。
そうなんです、うんうん、元に戻すっていうね、そう正常な形に戻してくれるっていうことでね、そうなんですそれが鼻からも入って、はい、外側からもできるんで、そうなんです、それがね、うん、はい、私もう9年、うん、出会ってから9年ちょうど、はい、なるんですけど、そっかそっか、はい、私も気づいたらびっくりした、ゆみちゃんがね、うん、2ヶ月ぶりに会ったらちょっとほっそりしてるんですよ、ね、その話もしましょうっていう話になっててね、はい、そうですね、うん、私ちょっとダイエットも頑張りました、はい、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、うん、はい、まあって言ったら、まあ、前を知ってる人はねよくわかると思うんですけど、うん、まあね、私も20代30代40代、うん、もうね言いたくないけど、いやいやでもだんだんこう、まあ若い時の方が、うん、もちろん若いしね、ピチピチしてたのかもしれないんですけど、ただ本当に健康だったんかって言ったら、うん、ちょっとはてなっていうことが結構ありました、うんうん、まあそこが水素との出会いでもあるんですけどね、はい、まあ、ダイエットもちょっとおいおい話したいんですけど、うん、とりあえずちょっと水素をしっかりちょっと私は皆さんに伝えたい理由があるんです、はい、ありますね、はいはい、水素との出会いのきっかけ、そうですね、はい、私はもう本当に20代30代って結構、まあ、こういう、まあ、美容師ってあるあるなんですけど、うんうん、あんまり体によろしくない生活を ね、あ、そうだね、かなりするんですよ、ね、本当にもう働くのももう長いし、うんうん、ね、もう立ってご飯食べるのも当たり前だし、うん、ね、もう寝て起きたらもう店に走ってるっていう状況だから、もう一泊水星もう そのまま行ってらっしゃいますね、素晴らしい、うん、ね、でももうみんなそうなんで、うん、なんかまあね、何かを成し遂げるためにはそういう時間も大事だと思うんですけど、はい、やっぱり若かったから、はい、全然気にしないで暴走したので、その代償はやっぱりあったんですよ、はい、それが私の場合は、うん、別に子宮筋腫でもない、うん、こうなんかができたとかじゃないのに、うん、女性ホルモンを崩しちゃったんですよね、ね、うん、本当ね、でもそれに本当にいちいち悩まされて、うん、例えばもうそれで貧血になっちゃったり不正出血止まんないとか、うん、なんかそれでも仕事行かなきゃいけないとか、うん、でももうそっちのけ、うん、自分の体よりもそっちって感じだったから、うん、本当に悪循環で、うん、もうね、ある時なんて本当鉄分血が足りてないから鉄分の注射打って出勤してたりとか、途中抜けてなんかってもうちょっと抜けて病院行ってくるみたいなとかもあるぐらい、なんかそれでもやっちゃってたからバカだなって思ってて、はい、でも結局それってなんか治療も行ってたけど全然ダメで、うん、はい、でなんかこう結局ある時に、うん、あ、低体温っていうことをある方に指摘されたんですよ、うん、はい、まあ、それがうちの今の水素 の牛乳のマイマザーっていう牛乳を私は一番好きで使ってるんですけど、35度切る朝が、そうなんですよ、 34.9 度って何回も測り直して、うん、いやこれ絶対体温計が壊れてんなみたいな、うん、そのノリだったんですけど、うん、でもそれでも気にしてなかったっていう、本当怖いですよね、ね、うん、当時タバコも吸ったりもうお酒もなんかビールとかね、その冷えるものを飲んだり、ね、もう夜もね、あんまりこう、まあ、夜更かしっていうか、まあ、遅いから、うんうん、そうですよね、うん、もうなんか本当ひどいなみたいな、あと体冷やしてるスポーツしてたり、うん、結構海好きだったんで、ね、うん、20代なんかはもう冷え冷えですよね、冷え冷えですね、うん、ね、うん、もうそんなことがもういっぱい悪循環になって、うん、まあ、ちょっとそろそろ考えないとと思ったのがその、うん、まあ、40なるかならないかぐらいだったんですよね、うん、はい、でもうピタッてタバコもやめ、うん、もうビールもやめ、さすが、もう冷たいものは一切口にしないっていう生活をやり始めて、うん、一泊先生ですか、うん、一泊先生ですね、そうなんださすが、もうそれが始まり、もうストイックになっちゃって、うん、あね、うん、あれなんですよ、一泊水星の方はね、うん、人に言われてもしたくないんですね、あ、そうなの、そう、自分で、あ、私明日からタバコやめます、うん、明日からビールやめます、うんうん、自分でね思わないとねしたくないの、そうなんだ、そう、そして自分で思って決意したらもう断固としてね決行すんの、でそれをまた人から、ビールやめたの美味しいよなんて言われても、うん、やめたからいらない、そうなの、もう
タバコだって誰にもそのなんていうんですか、うん、こう勧誘というかこうされても全然、うん、全然吸いたくないみたいな、いらないみたいな。すごいな、もう一泊先生尊敬する、素晴らしい素晴らしい、もういいのが、まあまあ良かった、結果的には良かったんですけどね、うん、いいですよ、うんうん、でそっからですね、うん、もうなんかそのタバコやめたら10キロぐらい太っちゃったりとか、甘いもの走るんですよ、本当に。まあこの経験多分日本中でいろいろしてる人多いと思うんですけど、よくお客様から聞きましたでしょ、うん、やっぱりそのね、なんか味覚変わっちゃうんですよね。で私はね、タバコを吸ったことはなんか 1,2 回はちょっとあるんだけど、受け付けなかった、定着しなかったんですね。まあ、ね、それに越したことがないんですよ。で今だったら、お客様が、奥さんからも言われ、うん、お医者様からも言われ、タバコをやめたら、うん、チュン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 って見るたびにちょっとこうふっくらしてくんですよ。そうそれ、まあ、でもドン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 やそうなんもうそうなんかイエーイみたいなもうめっちゃダイエットも頑張ったけど、うん、もうすぐリバウンドするし、でもう諦めちゃうっていうか、うん、ああみたいな、まあ結構そんなんだったんですよ。でまあ水素にも出会って断食したりとか、うん、断食と水素ってめちゃくちゃ相性いいんですよ。そう、あのね、うん、さっきのお話にちょっと戻りますけど、ダイエットと水素がめちゃめちゃ相性が良くて、うん、であと、うん、断食と相性良し、うん、ヨガの方、うん、ヨガをねなさってる方、めっちゃいいね、呼吸法ね、うん、呼吸法、あとストレッチとか、うん、まあもちろん筋トレとか、うん、その入れるタイミングでもうすごいそのやることが生きる、うん、すごい、うん、素晴らしいですよ、まあ、皆さん、なんで生きるかっていうところもあるんですけど、うんうん、まあ、そもそも水素って、うん、その活性酸素って言われる、はい、まあ、要は病気とか老化とかの9割の原因ですよって言われてる、はい、私たちを体を酸化させるもの、うん、酸化ってわかります？わかります、うんうん、要はもう錆びさせるってことですよ ね、 それがもうシミだったりそばかすだったり、うん、まあ、もう体の中、うん、もうその酸化することによって病気になったりとか、はい、まあ、いろんなそのあ疲れが取れないとか、うん、そういうのもそうだし、アトピーとか、ね、そういうね、アレルギーもそうだし、うん、腸内環境がなんかとか、もう全部そのもう細胞でその悪い活性酸素が酸化させる、はい、それが一番悪い原因なんですけど、うんうん、はい、水素でも、まあ、イオン化してないとダメなんですけどね、はい、イオン化水素っていうものを取る、うん、まあ、水素と酸素とかね、はい、あのその HHO ガスっていうのを私はすごいずっと勉強してるんですけど、うんうん、そこはちょっと難しいからなかなか話すの掘り下げるのやめますけど、そうですね、あの聞いてる方が皆さん一泊水星だったんだけど、3秒で寝ると思うんであのその聞きたい人サロン来てください。そうやね、そうそう、そうですよ、うん、あのもっと詳しく聞きたい人もね、はい、そうそう、今日はもう難しい話はやめときますけど、うん、はい、ただその悪い活性酸素にこのイオン化した水素っていうのはくっついてくれて、うん、はい、でそれがお水になって外に出してくれるっていうのが、まあ、水素がお掃除役屋さんになってくれます。だから私の頭の中ではですね、うん、メゾネットというか、メゾネットじゃない、メゾットっていうか、うんうん、の中にこの美容でね、はい、絶対美容も健康がないと絶対ダメだし、うん、で健康って掘り下げると絶対細胞に行くんですよ。そうですね、うん、ここもまた一泊水星で研究しちゃったんですけど、ね、うん、やっぱ細胞の勉強めっちゃしたんですよ。うん、素晴らしい、うん、でまあそれは私スキンケアの仕事ももちろんするので、はいはい、そういう細胞の勉強とかすごい、うん、まああのね、どんどんマニアックに好きになっちゃったんですけど、うん、そこでですね、うん、本当何が起きてんのっていうところ、はい、うん、みんな一緒なんですよ。あのじゃあ脳溢血になりました、が、うん、になりました、うん、で病名がついてるけど、うん、病名がつく前に起きてることって全部一緒なんですよ。一緒やね、でしょ、一緒やね、もうシンプルなんですよ体って、はい、うん、だから細胞のどこにそのサビがつついちゃって細胞が死んじゃいました、うん、で再生できません、うん、だから病気になってました、だから胃やったから胃がんみたいなとか、うんうん、脳やったから脳溢血になりましたとか、そのもう原因がその悪い活性酸素が体を錆びさせるっていう、うん、もうここなんですよ。 そうやね、そこが注目なんです。はい、だからいっぱい抗酸化するものとかいいもの、うん、いっぱい世の中にあるんですけど、うん、抗酸化は抗酸化で大事なんですけど、うん、直接それを無害にできるっていうのが水素なんですよ。水素、はい、でも、うん、もちろんね、その水素って言ってもイオン化してないとダメとか、そうですよ、イオン化ね、そう、はい、あの大事なポイントがめちゃくちゃあるんですね、うんうん、
で、まあ、水素ってその、まあ、よく水素水飲みました、うんうん、でもなんか反応してくれた人と反応してくれへんかった人いるっていうのはそのイオン化のことなんです、うん、あ、うん、一時期流行ったよね、あの、はい、水素水のその、はい、うん、くるくるってしてなんかパーチになってて、そう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 、 あの、ありました、あのちょっと進めていただいたんだけど、ね、うん、その時は、うん、いただいた方には、うん、あ、なんか調子いいみたいって言ったんですけど、うんうん、まあ、風花さんなんでも敏感に聞きそうですけどね、 それがあんまり、うん、なかったんで、あ、じゃあちょっと抜けてるんか抜けてたか、その4化してないんか、もう抜けてる可能性ありますね、それは、うんうん、で後から知りました、あ、そうなんですよ、デリケートなんですよ ね、 ね、うん、だからその方は効果があったから私に勧めてくださったんだけど、うん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 、その商品が届いた時には抜けちゃってたかなっていう、ね、可能性もあるかもしれないですね。だけど由美さんのサロンにいらっしゃったら抜けてない、その場 で、 そ、 うなんです、ね、その場で発生したものをもう吸入してくれるから、鼻からも口からも、ね、目からもっていう、そうそう、目からもね、こともできるんですけど、うん、だからそういったことのね、あの、はい、取り方も大事で、そうです、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、だから水素水が悪いとかじゃなくって、そうそう、そう、ちゃんと水素の濃度がどれぐらいあるかなとか、うん、でそのイオン化、まあ、してる方が絶対効率いいよねとか、うんうんうん、で体がイオン化できる体、うん、だから体内酵素が多いとか、もう体のこうちょっと微量に 電流流れてるんですよ、人間って、流れてるね、でしょ、うんうんうん、ピリってくるのね、うん、であれもこう体内電流が、あの、その水素、まあ、分子量で入った時だったらそれが剥がしてくれて、そのイオン化できたりとかって、だからそこまでできた人は反応できてるんですよ、うん、で私が今取り扱ってるのはもうそもそ もうイオン化してる水素と酸素の気体を吸ってもらったりとか、うんうん、もうよく口からも吸ったりとか、目から入れたりとか、そうそう、ね、すっきりしますよ、うん、ほんまに、ね、そうそうそう、あ、これじゃないんですけどね、ビューティーアップエッセンスこれはちょっと違うんですけどね、あの機械の方ですね、はい、あ、こっちです、うん、そう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 、こっちはもう、あの、これがね、私も一番好きなやつで、これはもう大量にめちゃくちゃ発生するんで、はい、すごい今医療で、うん、あ、1分間で 1000cc この機械は出るんですね、で今3000まであるんで、ちょっとマニアックな人、3000持ってらっしゃる方がいるんですけど、すごい、ふわーみたいな、これこれ、そうそうそう、ね、これはもう、あの、うん、顔も、うん、あのね、さっき風子さんとも喋ってたんですけど、あのお顔にこの、うん、その水素と酸素の、まあ、イオン化した水素と酸素のガスを水に溶存させて、うんうんうん、はい、これをパックにしてるんですよ、ね、これすっごい気持ちいいです、はい、そうでしょ、うん、でいつも寝ちゃうもん、はい、うん、もうめっちゃ肌綺麗な、こんなね、風子さんみたいに綺麗な人でも、はい、ノーファンデです、透明感がめっちゃ出るんですよ。それってなんでかっていうと、やっぱ自分の中でそのくすみってね、うん、あの出てくるよね。やっぱ、うん、出てくるんで、絶対それはしょうがないんです。はい、そこもまあ悪い活性酸素とか血流とか、うん、はい、まあ、体の中のね、そういうのも関係してくるんですけど、うん、はい、はい、でそれを無にしてくれる感じですよね。すごいな、はい、なの で、 そうですね、無にまずしないと栄養も入らないでしょ、うん、そうですね、で何かと組み合わせるにしても一回無にしてる方が効率いいんですよ、うん、だから私はすっごいもうベースに水素を置きたいっていうのが、そうですね、うん、もうこの9年もこだわりで、うん、だから頭皮にも髪の毛にも顔の肌にも全身にも目にも体の中にも全部使うんですよ、うん、ね、全てにもね、全部、そうなんですよ、でどういう組み合わせ方をするかっていうので、うん、もうそのコーディネートは多分もうバッチリできると思います。あ、だからいろいろ聞いてもらったら、ね、うんうん、もうなんか、まあ、例えばこのさっきのね、あのダイエットに戻しますけど、うんうん、やっぱり結構ダイエットって好きな人っていうか、好きっていうかね、ダイエットしたい人ね、今、うん、人いるよね、もうね、コロナ中にとか、うん、あ、そう、あのコロナで太っちゃった方とかね、うん、いらっしゃるから、うん、もうぜひね、あの、うん、なんだろう、うん、自己流ってやっぱりね痩せにくいかったりするんで、うんうん、あのやっぱり専門家にね、プロにね、あのお聞きになった方が早いし、まあ、綺麗に痩せられるね、そうですね、私ダイエットのプロじゃなかったんですけどね、そうやね、ただもうやりなんかいやプロ並み
セミプロ、いや、セミプロ、いやでも私多分、うん、マニアックすぎて、うん、もういろんな機械説明できるくらい私販売できるんちゃうかなっていうくらい、すごいね、あの美容クリニックの、あの送信の機械から素晴らしいですだって一泊水星だもん、そう、ただ切るとかあのボトクスとかはまだ手出してないんですよ、うんうんうん、やっぱその針とか切るとかっていうのだけはまだちょっとやってないんですけど、うんですね、はい、あのとりあえずはその一歩手前のことは何でもちょっと、うん、あの試してみたいと思っていて、ね、まあ、勉強中ではあるんで私はプロじゃないんですけど、うん、でもまあやってきてよかったなっていうそのことですよね、うん、はい、まあ、さっき言ったちょっと出てきたけどファスティングと水槽って、うん、あのファスティングしたことある人は分かると思うんですけど、はい、一回こうあれも無にするんですよね、うん、家の異常化を空っぽにするっていうのも大事なんですけど、うん、なんかそのなんていうのかな、体内酵素を増やすためにやったりとかするじゃないですか、うん、結構ファスティングって、はいはい、それがなんか割と水素と酸素吸入した時のあのスッキリ感とすごい似てるんですよ、うん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 、でやっぱりこうダイエット中とか、うん、そのファスティング中って栄養はまあ取らないためのものではあるんですけど、うん、じゃあ体のエネルギーって、うん、ね、作れなくなるっていうのもまた問題なんで、はい、それも水素と酸素がちゃんと体の ATP って言って、うん、細胞の中のこうアデノシン酸リン酸って言って ね、うん、それも作ってくれる、それもイオン化してないと作れないっていう、やっぱりイオン化が大事なのにね、めちゃくちゃ大事なんですよ、だからその同じ一括りにしても、うん、本当に水素ってくどいんですけど取り方、濃度、量、うん、摂取量でイオン化してるかしてないかとか、はい、効率が、うん、確率が 100% 変わります、はい、すごい。であとほら、はい、あの睡眠不足のストレスで眠れない人とかの、うんうん、そうなの、ね、すごい睡眠の質上がりますよ、ね、私も当時はその9年前って、うん、結構だからその、まあね、さっきの話じゃないですけど3時間おきやろ、目覚めてて、そうなんですよ、なんかね、多分自律神経がちょっとおかしかったんですよね、うん、でなんかいろんなこと考えながら、うん、まあ、仕事のことやったりプライベートのことやったりこうなんか寝るときに考えるから、うん、パッて目覚めちゃうんですよね、うんうん、だからこう連続してうわ今日朝起きたらだるいみたいなのがもう普通になってたんですけど、うんうん、もう一発目に水素吸ってから、はい、もうえ素晴らしい、なんなんっていうぐらい、うん、こんなんいつぶりやろっていうぐらい、あれやろ欅坂をスキップして、はい、そうそう、もう視界がすっきりして初めて4日目にうん、欅坂をスキップしていたぐらいですやろ。そうなの、そうなの、すごいやん。だそれはね、厳密に言うと4日間吸ったんですよ、4日間ね。そう、1日目これね、なんかその導入するしないとか、うん、その こういう存在ってまだ知られてなかったんで、うん、世の中に、はい、でその時に、まあ、ちょっとある方にこれちょっとやってみいひんって言って、うん、今のまあメーカーさんになる前なんですけど、はい、でいや、やるやるって言って、うん、もう何でもやりたいから、うん、で行きますって言って、うん、で1時間させてもらったんですよ、うん、で友達もどんどん連れてって、はい、ちょっと私だけの意見じゃなくってね、うんうん、まあ私が一番反応良かったんですけど、で1日目は吸ってる間何にも感じなくて、うん、であれ終わった時になんかちょっと軽いかなぐらい、うんうん、ほんと分かんなかったの、うん、で帰って寝たらがその睡眠が3時間しか寝れてなかったのが1年続いてたのに、うん、5時間ぐらい寝てたんですよ、気づいたら。え、私体って疲れてたんやみたいな、うんうん、もう麻痺してるから、もう麻痺してるから、いやみんなしんどい方に麻痺してるでしょ、うん、そうよね、なんか楽な方に行ったら絶対、うん、こう体が元気な方が絶対 100% いいんですけど、ね、そこを知らないと、うん、まあ、あれなんですけど、はい、でまあそんなんで、うん、あれと思って、で2日目はもう吸い終わった時に視界が広くて、うん、何なんこの目明るいのみたいな、ちっちゃい字のやつとか、うん、なんか呼んだら気持ち悪いとか言って、うん、いやえあんな見えんのとか言って、うん、見えるみたいな、ね、もう3日目4日目なんてもう、あ腸内も、うん、その時生理前で、うん、すごいお腹張ってたんですよね、うんうん、でうわーってちょっと便秘行くのかなみたいなのとかもあったんだけど、うん、もうえ腸ごと言ってましたみたいなぐらいへースカーみたいな、なんか全部が変わっていったんで私の場合はね、うん、だからそんだけめっちゃ悪いもんでしかなかったんですよ。悪いもんない人はそんなに反応しないですけど、うん、それか悪いもんいっぱいあるけど、うん、気づいてない麻痺してる人、うんですね、まあ、私は麻痺してなかったってことですね、うん、そうです
いいのよ。そうですよ、ね、うん、ちゃんと反応してくれたんで、うんうん、めっちゃスキップして歩きましたけどね。よかったわ、うん、だってさ、うん、もうそういう経験があったからこその今だもんね。そうなの、そうなんです、うん、それでほら、うん、本当に火傷の写真、火傷めっちゃ、うんうん、これびっくりしたんですけど、うんうん、おい、そうなんです、これ私の手なんですよね。ねえ、だってさ3ヶ月でさ、うん、綺麗になるってすごくない、うんうんうん、そう。でもこれね、おおよそ3ヶ月なんだけど、うん、要は、はい、私がこれ2014年でしょ、はい、で私この頃に水素吸い出したんですよ、うんうんうん、本当にこのちょっと前ぐらい、はい、夏ぐらいだから本当に今ぐらいなんですけど、はい、でまあネットでやっちゃって、うん、ああって思ってて、でこの下の左の写真ぐらいの傷ってもう一生これ残りますって皮膚科で言われた、うんうん、だからもうしょうがないなっていうか、だってこの1ヶ月後ぐらいに初めて病院行ったんだもんね。そう、だから自分が悪いしで私も野生児すぎるそうなんですよ。で美容師って結構手荒れるからやめる人と、うん、もう手荒れても気にならへん人と分かれるんですよ。で私ももうね、いやってちょっともうそこら辺がね豪快なんだよね。豪快なんですよね。そこら辺がね、まあ一泊先生と他の星の組み合わせがあるんだけど、あ、そうなんですか。そう、ゆみちゃんのその不思議なとこの、うん、そこ。あ、そうなんや。そうなんですよ。で、うん、これがですね、うん、もうそのふわって気づいた時に、だからもうこれ3ヶ月後しか写真なかったからこれになっちゃったんですけど、うん、いやもう今なんてもう 100% ないですもんね。ないです。もうないもんね。なんなんもない。こんなんやったんやったっけっていうぐらい、うん、そう。でもねこれから気づいたけど、やっぱりこれでもね吸入だけなんですよ。さっき言ってたその水素酸素パックとかも何にもしてない、ね、いやすごいよこれ。だって吸入だけ、普通残るし、うん、ねびっくりやろ。そうなのもう私写真見た時に、うん、何これ嘘やろってちょっと思ったけど、うん、嘘やないんですね。嘘やないんです、うん、すごいよね水素。いや本当にだからちゃんと再生するんやって、うん、いやなんか自分が立証してしまったんで、はい、なんかいろんなことで、あ、もう私が実験台ですよね。そうですよ。だって、うん、ほらゆみちゃんは自分で、うん、自分で思ったこと、自分で体感したことしか、うんうん、やらない、うん、したくないから、いいと思ってることしか言えない。そう、うん、だからね、だから体温も今37度近いんですよ、うん、めっちゃだからいつも暑くて37度。7度い、あ、水素吸った後ね結構いきますね、7度ね。うわ健康やん、うん、スキップやん。そうだからもう冬でも裸足で歩いてるし、よ家の中とかでも、うん、すごいな。めっちゃ暑いんですよ体。皆さんこれはもうね麻布十番のねサロンに行くしかないです、うん、フェアリーね。いやサビ取るってこういうことなんやなっていうだけです。そうやね、うん、だからもう何歳からでもいいと思うんですよ、うん、私父親とか母親にもむっちゃ吸わしてるんですけど、うん、吸ってもらってるんですけど、うわ親孝行やん。いやいやもうすごい私年の子だからめっちゃ年ないんですけどね。いやいやいや、だけど、うん、やっぱり、うん、びっくりしてる、うん、体感なさってるんだね。そう、なんか吸ってる時そんな感じないんやと思うんだけど、うん、やっぱり節あるごとに、うん、あ、こんなことあった、こんなことあったみたいな、あ、水素やったのかなみたいな感じなんですけど、まあそれはそうちゃうっていう、うん、まあ、私らは理論的に頭で分かってるから、うん、それはこうメカニズム的にこうなるやろうっていうのは分かるけど、うん、やっぱりね親ってそこまで別に勉強してるわけじゃないから、そう、ね、そうね、そう、もう刺されてるがママみたいな感じで、でもやってくれてていいことがあるし、私一人子なんですよ、だから帰られへんし、うん、もうお願いやからこれでちょっと元気でいてねっていう、いや親孝行ですね。じゃ全然素晴らしい、本人は思ってないと思う。いやいや素晴らしい。でさ、女性のさ花粉症の肌荒れのこの、うん、そう、この写真ね、はい、写真4ですね、はい、これがですね、うん、赤いところは花粉症で、まあひどい花粉症ですよね。でなんかやっぱりこう赤いから化粧をして隠そうとしてたみたい、うん、あ、だけどやっぱりその余計に赤いものがね、うん、ただれちゃって、うん、荒れちゃってっていうので痒いし、うん、寝れへんしっていう、もう悪循環で、うん、ゆみちゃんどうしようって言って、うん、来てくださった方なんですけど、うん、だいぶ前ですけどね、うん、でその1回ででしょ、うん、真ん中は1回、
1回でですよね。そうで、やっぱりね、アトピーもそうやし花粉症もそうですけど、うん、やっぱアレルギーとかあるとかって寝れないんですよね、かゆいって。そうね、かゆいって寝れないですよね、うんうん、蚊に刺されただけでも寝にくくなるっていうか、やっぱ不快なんですよ。そうなんですよ。かゆいってもう本当に、ね、私もアトピーになったんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ、全然寝ないけど、もう、うん、辛い、あのね、うん、表面がかゆいんじゃないんですよ、もう、あ、そう、中がね、じゅうかじゅうかねえよね、うん、書きたいけど書けへんみたいな。この女性さ、最後の方の写真笑ってるやん、ね、よくなってね。そうそう、これ2回目、うん、これ厳密に言うと、そうそう、水素の吸入してもらいながら、うん、顔にその水素と酸素のさっきのパックを、うん、あのね、目があのゴーグルしてたみたいな感じでさせていただいて、うんうん、もう爆睡、もう起きるまで、うん、あの私も声かけないから、うん、ひたすらね、上からこう水素酸素水を継ぎ足していくから、うん、乾燥しないように、うん、やっていくから、もう好きなようにもう起きたい時に起きてくれって言って、うん、3時間爆睡しました、一発目。いやーすごい、もうびっくりして、綺麗になってよかったね。もっともっとめちゃくちゃ綺麗な人で、だから、うん、実物めっちゃ綺麗やと思う。そう、だからかわいそうやったんですよね、その時に。うん、でもね、もうなんか、まあ、1回目でも元に戻ったような感じだったけど、さらにね、はい、うん、2回目ももう1日空けて、もう1回じゃあやっとこうかって言って、うんうん、もう永久にあの悩んでないと思います。いやー素晴らしいです。それでさ、うん、自分あの何ていうの、うん、水素水のこちらね、うん、大切な方、周りの方が必要と思ってくださる方には、うん、特に同志でありたいと思って、もう感動しますね。ありがとうございます。だってさ、そんなん書いてた、害がなく、うん、水素はね、害がなくってね、うん、副作用がないから。あ、そうなんですよね、うん、それもいいところで、うん、例えばね、まあ、あの偏見じゃなくね、うん、例えば私もそのすごい20代30代、まあ、40代でなんかこうこういうのあるんですけどって、やっぱり業者さんだったり友達だったり同業だったり、うん、もういろんなものをこう扱うのどうって、うん、まあ、化粧品から飲むものから言われるんですけど、うん、まあ、もちろんすごいいいものはもう採用してうちの店にも置いてますし、うんうん、未だにやってるし、うん、もう絶対活用したいんですよ、はいはい、だけど、うん、やっぱり人に勧めるときに、うん、合う合わないって結構シビアな問題で、うんうん、なんか無責任にやっぱり勧められへんっていう悩みもやっぱりちょっと多少あるんですね。この人に合うかもしれへんけどこの人に合わへんとか、うん、もしかしたらリスクあるかもしれへんってなったときに、うん、ちょっとこうそれって NG じゃないですか、うん、でもこのイオン化した水素酸素ってないんですよ、はい、それが、ね、もう 100% ないって言い切れる、うんうん、まあ、医療の世界でもまあね、水素自体はもう安全性認められて、うん、はい、結構こうね、心停止のこう病院に運ばれた方に、うん、今ね何万人っていう人をこの間ニュースでもやってましたけど、うん、はい、まあ、あのそういうね方法で人を救う、うんうん、まあ、医療ね、救急でもやってらっしゃるくらいだ し、うん、ね、だし、なんか医療は医療で、まあ、コロナの治療だったりがん治療だったりなんかまあいろんな病気に対しても、だから結局まあ原因がね活性酸素だから、うん、はい、悪いのだから当然、うん、そういうのがあるし、まあ、そういうね専門家の人にどん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 もうそれが広まっていったらいいなって思うし、うん、私はもうそういう先生といっぱい出会っていって、うん、やっぱこの共感したいっていうのがめっちゃあるんですよ、うん、ね、あと、うん、あの赤血球のお写真、うん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 、ね、ちょっと見せていただいて、そうそうそう、これあるお客さんなんですけど、うん、まあこれ元気で普通の人なんですけど、はい、もう例えば、うん、なんかちょっとこう添加物のあるものを食べてみたりとか、うん、なんかこう疲れてたり睡眠不足だったりとかっていう人はこうやって赤血球くっついちゃうんですよね、うん、おー、うん、でこのイオン化してる水素って、うん、水素と電子って言ってね、はい、その抗酸化のダブル抗、うん、あのダブル抗酸化っていうすごいパワフルな、水素は水素でもパワフルなんですよ、うん、でそれがバラ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 ってこの赤血球を剥がしてくれるんですよ。上が下になったってことね。そうそうそう、本当はこうやって下の丸い球体の一つの単体じゃないといけなくて、うんうん、これはこう静止画だからあれなんですけど、うん、もう上なんてドヨーンってして動画で見たら動かないんですよね。あ、ドヨンとしてるもん。ドヨンってもう見るからにしてるじゃないですか、うんうん、でも下の子はあの元気になってるから、これ水素と酸素の吸入1時間吸っただけなんですけど、うん、もうパラ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 って流れるんですよ。で流れてるところって、うん、あのいっ
ぱいこう毛細血管ってちっちゃい毛細血管あるでしょ、うんうん、あれが流れて通ってくれるから血流が良くなるっていう、だから赤血球の形で病気も分かるって言われてるぐらいだから、まあ、ここはもうね、あの専門家の人にもっともっと掘り下げていろいろやってほしいっていうところあるんですけど、うん、私なんかはね、ちょっと医療だからちょっとあれですけどね、いやすごいね、だから、うん、ゆみちゃんはいつも元気なんだよね、私めっちゃ元気ね、だって37度もあるっていうのはもういい ね猫ちゃん並みだよね、すごいな、そうそう、猫ちゃんは38度なんですねそっか、うん、だから私いつも、ね、猫ちゃんよりはないで猫まではない、ねねね、そう、うん、でね、ゆみさん の、 あのサロンのね、うん、フェアリーはね麻布十番からね、うん、5分ぐらい5分じゃないかな、お相手さんだったら、うん、もう最短で地下通ってもらって、うん、7番行かないで、うん、こう商店街の方出てきてもらったら3分はいですね、すごいね、南北線も、うん、改札から大体スムーズに来た4分ぐらいですかね、そう近いからね、皆さん本当にね、うん、おすすめです、でね、あとね、うん、こちらはね、動物のペットちゃんでもね使えるんですね、写真をお願いします、私の 大事な大事なももちゃんなんですけど、はい、うん、まあ彼女もね、あの高齢で亡くなったんですけど、うん、10歳ぐらいの時にやっぱ白内障、うん、ワンちゃんって結構ね白内障で多い、ね、だんだんね、うん、まあ猫ちゃんもですよね、猫ちゃんないんですか、あんまり うちの子がね、うちの子がみんな元気で、あの10歳ちゃんと老衰で老衰だけで亡くなってるんで、うんうん、全然白内障とかないです、すごい、他の子はあるみたいですよね、うん、そこはちょっとね特殊ですもんね、そう、うちはねちょっと特殊なんですよ、そう、特殊なんだよね、うん、そう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 、でもあのこう写真のようにね、うん、下でこう鼻に入れてるわけじゃなくって、うんうん、ああいう風に近づけてさせてるだけなんですけど、うん、これをねやるとこの子は、ね、いつもおとなしいから寝てたんですね、うん、でもうされるがまんまみたいな感じの子なんで、うん、で時々あの点眼してあげたりとかしてたら、うん、そうか、点眼もできるんだね、うん、水素酸素水も私もよく、うん、あのこうゴロゴロするなとか、うん、目かすんでるとか疲れてる時はやるんですよ、あ、じゃあさ、あのこの番組をご覧の方のさ、はい、ペットちゃんがさ白内障とか言ったらさ、うん、あのサロンに、ね、一緒に、ね、お連れになって、そうそう、ワンちゃんと一緒に、ワンちゃんもね、全然全然猫ちゃんもね、来てください、うんうん、ぜひおすすめです、あとね、アトピー性皮膚炎の女性の方のお写真お願いします、うん、あ、そうですね、そう、私がね、うん、これはあれなんですけど、まあ水素好きすぎて、うん、去年なんとこう、まあ今ね、その水素酸素って、まあそのイオン化した水素酸素は絶対、うん、私はあの吸入してもらうのが一番、まあリスクもないし、はい、張り入れるわけでもないし、うん、で、まあ効率もいいし効果もね、うん、可能性高いと思ってるから吸入がいいんじゃないかなって、はい、やっぱりまあ他のね、うん、そういうドクターからもあるんですけど。うん、これを、うん、まあ、活用した応用で、うん、ちっちゃいコンパクトに商品化して、うん、皆さんにもっと水素をしてほしい、そうやん、そうそうと思ったんですよ、うん、でちょっと去年から、はい、あのまあもう1期目になったんですけど会社もね、うんうん、でそれを1段目に、うん、あの美容液作ったんです、そうです、こちらのね美容液、はい、ね、あの画面で ね気になってる、うん、方がいらっしゃるかと思うんですけど、うん、私も使ってまして、こっちか、うん、めっちゃいいです、そうなんです、だからもうね容器にお金かけないで、うん、中にお金かけたんですよ、あ、容器も素敵ですよ、本当ですか、うん、ちょっと ねあのなんて言うんだろうな、不思議な感じ、そうなんです、チクチクするからね、そうちょっとね、うん、サリサリザリザリサリサリザリザリとサリサリの間ぐらいの感じなんですよ、そうですね、なんかこう人によってはね、うん、こうテテテテって、うん、テクテクって感じだし、うん、あの要はあの水素って、うん、肌に対しては、うん、簡単に言うと、うん、あの保水力、うん、要は肌の水分量を上げてくれるっていう、注力を上げてくれる作用もあるんですよ、はい、で保水力、肌の保湿力が上がることで、うん、肌って丈夫になるんですよね、強くなるんですよ、そうで水分抜けていくから乾燥して弱くなっていくじゃないですか、うんですね、うん、だけどまずその役目もあるんで、うん、肌を鍛えるっていう意味で、はい、はい、いいです本当ね、はい、あの
お肌何でもそうです。だからさ、うん、魂を鍛えて肌も鍛えて、そう、ね、健康と美は ねイコールなんで、美しいだけの人っていないんですね、うん、で健康だけでもちょっとね、あの女性として生まれたんだったら、はい、やっぱり健康と美、うん、もうねタッグ組んでもうイコールなんですよ、はい、でもうこちらの水素をもうね吸ったらね健康にもなるし美しくもなるっていうことで、もうめちゃめちゃおすすめです。ありがとうございます。はい、あの銀座の魔女は、あの、ま、時々嘘言うんですけど、大体本当のこと、大体本当のことで、美のことに関しては本当のことですね。仕事からね、はい、夜はねちょっと嘘つくんですけど美のことは本当、美のことは本当です、うん、美と健康ね。そう、美と健康はもう本当、うん、本当に大事ですからね、うん、でね、あとね、うん、はい、お買い求めはっていうところで LINE ですか。あ、すいません、宣伝になっちゃいますね、はい、いや、いいやん、いいやん、うんうん、そうなんです。まずね、うん、まあ、試してもらいたいんで、ちっちゃい、はい、あ、持ってくの忘れたけど、うん、あのちっちゃい1ミリのやつ、まあ、サンプルもあるんで、私もしアトピーだっていうのを忘れてたんだけど、一応サンプルから始めて、はい、今こちらですね、はい、あの、なんて言うんだろう、肌が薄い人はクリームとか塗った後に試していただいて、で、うん、私 ね結構健康やん、健康なんですっていう人はもうお顔洗ってお化粧水の後とかでいい、うんうん、そう、もうね、あの、あ、そうそうね、ちょっと簡単にバンと言っとくと、うん、水素がまあ主流なんですけど、うん、水素だけだったらちょっと面白くないなと思って、うん、体感が欲しかったんで、うんうん、私はあのニードル、はい、スポンジアって言って、そのね、さっきチクチクするとかっていうのは、うん、あの天然のね、すごい、あの、なんていうのかな、海綿って、うん、まあ、海綿って言ったら海にありそうなんですけど、うん、あの湖とか湖底とか、はい、綺麗なヨーロッパのね、うん、あの水の底にいる、はい、まあ、サンゴみたいな動物がいるんですけど、はい、それがトゲを持ってて、はい、でその子をパウダーにしたものを入れてるので、うん、ちょっとチクチク感、はい、でこれは、まあ、ニキビのケアとかでも有名だったんですけど、うんうん、ね、よくなんかファンデーションなんかでもね、そうですね、他社さんもすごい有名なんですけど、うん、で水素とそのニードルっていうのを組み合わせることによって、うん、肌を鍛えるんですね。はい、うん、じゃあ、今日のこの放送を聞いていただいた方に、うん、サンプル、そうですね、ぜひぜひ、あの期間は何やった、どうしよう全然、ね、年内とかにする、うんうんうん、じゃあ年内2023年の12月の末まで、はい、あのこちらのビューティーアップエッセンスのサンプルをご希望の方にプレゼントいたしますので、はいはい、LINE 登録お願いしますっていうの で、ね、今 LINE をこれ、うんうん、これね、そうピポン、はい、こちら あの LINE から、欲しいです、サンプル欲しいですってあ、ごめんなさい、はい、12月の末までですね、うん、はい、であと吸入初回サービス、うんうんうん、この番組を聞いてくださった方、うん、初回サービスで吸入1時間、はいはい、3500円でも安いのに2000円にしてくださるの？あ、はい、全然いいです。ですって、はい、奥様。奥様聞いてらっしゃいますか？素晴らしいでしょ？もうゆみさんね、本当に。番組変わっちゃったね。今なら、ね、そう、うん、さらに言ってね、ゆみさん本当にあのサービス精神が旺盛で、うん、いや、ていうかもう体験してもらわないとわからないかなと思っていて、ね、うん、すごいで体験してもらった方もやっぱりこう気軽にリピートしていただくこと、はい、うん、やっぱりこう常にその悪い活性酸素って呼吸するたんびにやっぱり生まれるリスクがあるんで、はい、やっぱりそのね、あの数打ちやってほしいっていうのもあるんで、うん、あんまり値段は上げてません。はい、わかりました。で、あと、うん、最後に言いたいことっていうので、あの男女問わず、はい、赤ちゃん、はい、そうですね、うん、男女問わず、まあそうですね、赤ちゃんも、うんうん、そうです、まあ、赤ちゃんは生まれたての健康な赤ちゃんは活性酸素ないんで、はい、全然必要ではないかなっていう感じはするんですけど、うん、やっぱり年を重ねていけばいくほど、うん、まあくどいんですけど、体って酸化していくのね。酸化ですね。あと糖化もね、はい、気をつけなきゃいけないですね。そうなんです。あ、そうそうです、そうです。とにかくね、老化はもう健康とね、離れていくって考えていただいて、うん、はい、健康イコール美です。うん、ね。そうですね。はい。はい、だからまあもうどんな方にでも、まあ、ワンちゃんも猫ちゃんも人間もそうですけど、やっぱりその酸化を
こう気にしてほしいと思ってるんで、はいはい、そこを簡単にできるのは水素と酸素の、はい、まあ、イオン化した水素と酸素が一番いいんですけど、はい、それを摂取すること、はい、もうそれをね覚えてください、はい、体験してください。サンプル、あちこち、はい、あの京都とか、うん、ね、あちこち私の友人とかの店もあるんで、はい、紹介しますんで。あ、そうなんですね、うん、わ、すごい、あの言ってください、ね、はい、あのどん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 体験してください、はい、はい、私は8月1日にまた予約を入れました、うん、あ、またね、お待ちしております、はい、8月1日フェアリーで会えるかもね。あ、来てください、はい、本当予約お願いいたします、うん、お願いします。本日は、はい、株式会社水素フィットの代表取締役、はい、ビューティークリエイターの佐藤由美さんでした。はい、ね、ぜひ皆さん連絡、あのインスタグラムから、はい、気軽に、ね、どうぞ、はい、連絡ください。人間、赤ちゃんね、うん、あの大人ね、赤ちゃん、うん、動物、ペットちゃん、すべて、すべてのね、また対象ですから、生きているものすべて、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、それではまた、はい、ありがとうございました。来月、うん、来月何日だっけ、うん、第4木曜日、あ、そうですね、キーちゃんが出ますので、うん、よろしくお願いいたします。ご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。